も通用する超技巧派小川義成が大見得を切りながらの入場であります。社長、三沢、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー三沢、210ポンド小川義成、小川赤コーナー255ポンド三沢光晴。三沢行け。レフィー西永修一。小川。ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。相手を挑発してまいります。キックを打っていきます。グーを打ち込みます。抱えます。フロントからのスープレックスに転じます。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープにブレイクしました。行くのか、させません。あっとパンチです。組みに行きます。ロープに振った、フライングしてのラリアット攻撃。掴んだ、ボディスラムです。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。蹴ってまいります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。起こしてまいります。組み合います。あと返します。プロレスリングノアの航海の船長でありますこの三沢光晴、荒波の中、向かい風の中、降りかかるしぶきの中、今宵もプロレスの本流を見せるべく三沢光晴が舵を強く握ってまいります。引き起こします。足を殺してまいります。組みに行きます。対角線に飛ばした、パンチで返します。ここは戻ります。バックに回ります。バックドロップで叩きつけます。起こします。掴みます。あっとバックに回った、エルボーで返します。スピニングエルボー、スタンディングを取らせます。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。
投げっぱなしのタイガースプレックス。抱き起こす、抱えた、あっと返した、あっと顔面踏みつけ、組み合った、場外に落とした。抜くのか、打たせない、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、いけるか、エプロンサイドから投げていった、リングに戻ります、頭を掴んでエルボーを打ち込む、腕をフックした、正面から投げを見舞った、引き起こす、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した、立たせていく、ちょっと今カウンターになりましたよ、グロッキー状況か、首根っこを掴んだ、エルボーを乗られた、フロントに捉えた、あらっとフロントスープレックス、バックに回った、今危険な角度でしたよ、脳天粉砕か、起こした、ラリアット投げ倒し、強烈に締め上げる、頭を掴んで逆にバックに回った、コブラの毒が回ってきたぞ、引っこ抜きか、タイガードライバー、もう精神力としか言いようがないですね、意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよね、コーナーに振って、あっ逆にパンチ、リングに戻ります、あっとエルボー、掴んだ、エルボーを抜いていく、タイガー行くのか、タイガー投げ捨て、肩口から落っこった、立たせていく、抱えた、ボディスラムで叩きつけた、トップロープを奪う、コーナーから全体重を浴びせた、カウント 2.89、 重低音バズーカー、させません、ガチッと組み合った、コーナーに振った、人間風車、気合を入れた、抱き起こす、腕をフックした、いった、タイガードライバー、カウント 2.9、 ガジェット組み合った、対角線に飛ばした、抑え込んで